中川忍は、日本の映画監督。怪談映画の名手として知られる。1905年4月18日、京都市落成の佐賀二村院門前町に生まれる。父、中川武次郎は、嵐山の料理旅館、嵐教館の親、母、そのは、同旅館の中屋玉だった。立花神城小学校を卒業後、兵庫県の旧生育英商業学校に入学。 1924年卒業。文学者になることを目指し導入し、幻魚に小説を執筆するが、文学者になるには大学を出ていなければダメだと、思いその道を諦め、映画の道に進む。キネは順邦読者記者欄の素人映画評論家を経て、牧野プロダクションに入社し、助監督となる。この時代には、山上伊太郎、伊丹万作、小津安二郎らに強い影響を受けた。 1930年8月、世界大恐慌による不景気により牧野撮影所が、給料支配になり、葬儀に突入すると、従業員側の記録係を務めた。同年12月に、牧野が制作を一時中断した後は、無職で1年間過ごし、その時間をシナリオ執筆に費やしたほか、1931年には、神戸市三宮の生田筋に、喫茶店、 カラスを開業している。1932年に市川歌右衛門が主催する市川歌右衛門プロダクションに助監督の身分で移籍し、1934年弓矢八和田県で監督に昇進した。この作品は昇進主権として監督したもので、実質的なデビュー作は1935年の東海の顔役である。 1936年にユータプロが小畜に吸収合併された後は、牧野陶器を経て1938年に東方に移籍した。時代劇や絵の研修演作を主に監督したが、戦時期の映画制作本数の減少で、1941年に東方を契約解除となる。同年小畜京都撮影所制作部長の近大坊、五郎に招かれて、 同撮影所に移籍するが、間もなく松竹京都撮影所は、制作体制を縮小して松竹大船撮影所に合併されることとなる。生活のために助監督をする覚悟で上京して、大船に赴くが、不調に終わる。翌1942年、中国に渡り、中華電影で、日中戦争の記録映画。 雪関鉄道建設を監督した。途中結婚のための帰国を挟んで2年間撮影が続けられるが映画は完成することなく終戦を迎えて雪関鉄道建設のフィルムは焼却された。1946年、上海から帰国。同年、池田富康が設立した大道映画に入社するが仕事はほとんどなく生活に困窮する。 戦後、映画界に復帰する前から、市の同人誌に参加していた。11月、新興有刊新聞社が主催した、新憲法交付記念文芸の紙編部門で応募作、地なら市が一等入選となり、知事賞を得る。1947年2月、県が日本国憲法交付を記念して募集した、兵庫県民歌で応募作品が加作に入賞する。この年、 中華電英時代に信仰を持った、はずみ常夫と京都で偶然再会。当時新東宝のプロデューサーだった、はずみのすすめで新東宝に移籍して、1948年の馬車物語で映画監督に復帰した。同社が大倉三次のワンマン体制に移行した後も、同社で大倉プロデュースの作品を量産し、1957年の階段重ねが淵以降は、 同社の夏工業の定番である、階段物を一手に引き受けた。1961年に新東宝が倒産した、あとは、東映京都撮影所、国際放映と専属契約した後、1966年に、フリーとなる。東映東京撮影所制作の、妖艶独不伝お勝ち教場旅を最後に、映画から離れ、テレビドラマの監督を経て1979年に、 第一線から離れる。1977年から1982年まで、神奈川県芸術祭演劇脚本コンクールに自作脚本6本を応募、いずれも入賞している。1982年、磯田事務所と ATG の提携作品、怪談生きている小平寺で、13年ぶりに映画監督に復帰。同1982年、 山地文子文化財団特別賞を受賞。1984年には、イタリアのペサロ映画祭で代表作、東海道四ツ屋談』などが上映されることになり、招待状を受け取るが、同年1月10日風邪から脊髄炎、さらに3月には脳梗塞を発症し、意識不明に陥ったため、映画祭への出席は叶わなかった。1984年6月17日、 心不全のため死去。万七十九歳没。開名は、京イタルインエイミチビシンコジ。墓所は、神奈川県愛好郡の相模、霊園メモリアルパークである。1985年6月21日、一周期を記念して、新宿小座楼で開催された、中川忍監督を忍ぶ会が、参加者の総意で毎年開かれることになり、1八十七年以降は、 意味なお、酒まめきとして、現在に至っている。怪談映画の巨匠と呼ばれることが多いが、いつ頃からこの称号がついたのかは不明である。映画評論家の佐藤重信は、映画評論1959年8月号掲載の、東海道四ツ谷怪談作品表において、中川忍のお化け映画は、一つの定評のあることを聞き伝えに知ってはいたと、書いており、 おそらくこの頃にはすでにお化け映画の名手などと呼ばれていたのではないかと思われる。キネマ巡九1974年10月下旬号に中川自らが寄稿した回帰映画問答では、新東方時代に制作した回帰映画について、まあまあという出来だと思いましたら、蓋を開けてみますと世評が割によく、オーバーに申せば、伝説的にまで持ち上げる人もあり、今日に至ったと、 怪談映画の巨匠と持ち上げられることに戸惑いを覚えたと書いている。生誕102年を記念して2007年に制作、放映されたドキュメンタリー映画と酒と豆腐と中川忍監督として人間として冒頭のナレーションは怪談恐怖映画は全97作品中8作品しかないと語り番組全体も 怪奇映画のみが突出して語られることの多い中川、忍が、実は、多種多様な作品を残した監督であることを強調し、怪談映画の巨匠の面だけが強調されることを避けるような構成になっている。1974年に、怪談圏行祭という怪談映画を作る、自身の心境を託した詩を書いたのをきっかけに、以後たびたびこの名前を、自身の号として名乗っていた。 自宅の玄関前に、恐流会談券しこり再道場という看板を出していた時期もある。生活に困窮した若き日のことや家族のこと、友のこと、人が生きることなどに思いを馳せた詩を書き綴り、1981年にそれらをまとめて g というタイトルを付けた詩集を出版した。生前の中川忍と親しく接した脚本家のかずらは、 欲望など己の業の深さから逃れ得ない人間の、引き劇こそ中川映画のテーマであると語り、生活の新酸を舐め尽くし、人生修羅の深淵を見極めた末に、一種の諦めに到達したとその姿勢を表現している。主語として知られる。酔うと、気に入った相手の頭を、お前、いいやつだなと言って、ポンポン叩くのが癖で、撮影所そばの飲み屋に、 スタッフと繰り出した際も平気で人の頭を叩き、一緒になって遊んだという。同人誌時代にカフェで酒の味を覚えたというが、頻繁に飲むようになったのは、ユータプロ時代からである。もともとは、市川歌いもんを演出するプレッシャーと自作の、脚本を、なかなか映画化させてもらえない不満から資料が増えて、いったと、中川本人は自助伝の中で語り、 ユータプロ以来修正の友となった映画評論家の滝沢はじめは、ユータプロの女優、有島京子に失恋したことが、中川の自暴自棄な飲酒に拍車をかけていったと語っている。また、酔うと近所に住む映画人の表札を剥がして回るという手段でもあり、伊丹万作、三村慎太郎、嵐勘十郎などがその被害にあった。 牧野陶器遺跡後から監督業が軌道に乗ったこともあって、精神的にも安定したが、以後も酒を手放すことはなく、豆腐を魚に日本酒を飲むことを修正愛した。長男の中川新吉は、一年のうち豆腐は365日、返事も欠かさなかったと語っている。葬式の時には、酒屋と豆腐屋が香典を持って現れたという。なお酒めきの意味なは、 この生前の好物にちなんでいる。中川新吉は少年時代にそうした父の姿を見て成人しても酒は飲むまいと心に誓っていたが、20歳の誕生日に茶の間に父親から日本酒一生瓶のプレゼントが置いてあり、以後中川が死ぬまで毎日の晩酌に付き合うこととなった。一週間禁酒をした時には、なぜそんな馬鹿なことをするんだ いいから飲もうと中川に毎日説得されて参ったと語っている。下駄履きで腰に手ぬぐいをぶら下げ、頭には登山帽をかぶるのをトレードマークにしていた。その姿について、東海道四ツ屋階段などに主演した若杉勝子は、初対面の第一印象を、ええ、あれが先生なの。何か電気屋のおじさんみたいだったと語り、思春の泉などの助監督を務めた瀬川翔二は、 どこの小学校の先生かっていう風貌だったと回想している。俳優を演出するときは、さりげなく演技してくださいが口癖だった。若杉勝子は、中川の演出を気持ちから入って演出する人と語り、沼田洋一は、何も言わないからこっちも考えちゃう。でもできないとカメラを引いてしまう。それが怖かったと証言している。 中川がさりげない演技を注文するようになった理由について、滝沢はじめは大芝居をやる、市川歌右衛門の演技を抑える工夫から出たものだと語っている。役者に対するこだわりはなく、誰でもいいという姿勢で、中川好みの役者というものはいなかった。その中でも沼太陽一は話がよく合い、気に入っていた一人だったという。社内でも、 誰とでも分け隔てなく付き合う中川に対しては全員が協力的だった。自作について変なもんはすぐ僕のところへ来る作品をこなし続けた裏街道人生と表現していたが、新東方時代にはカメラマンの西本忠や美術監督の黒沢千安など優秀なスタッフの協力を得て次々と実験的な演出に挑戦した。 来年では2分半に及ぶワンシーンワンカットに挑戦し、東海道四ツ谷階段では、ローポジションからのワンシーンワンカットを描くために、車両機材を新たに作るなどしている。活躍の場が、テレビドラマに移ってからも、実験精神が衰えることはなく、プレイガール262は、階段、屋根裏の悪霊では、通常1時間のドラマで3、400カットのところ、1000カット撮影に、 挑戦した。地獄に鬼の役で出演した高橋洋蔵は、林博演じる豪像が地獄で川を剥がれるシーンでは、中川自ら仕込みを行っていたとして、危機として肉を並べてた。なんで、中川さんが、あんなに楽しんで撮ってたのか今もわからないと述べている。豪書斎の詩、詩主には、俺が死んだら俺の死に顔の上に一生の酒を、 ぶっかけろ一級種がいい特九種は嫌だよ二級種もごめんだというくだりがある。ドキュメンタリー映画と酒と豆腐とではこの詩を特級種のような高級世界は窮屈だし二級種のような苦しい生活も実体験から拒否をした。ごく普通の世界で生きたいという願望と解釈している。中川新吉は毎年正月か命日が近くなると父の母さんに訪れ、 酒と豆腐ともう一つの好物だったというアンパンを中川の墓前に備えることもある。また、この詩を読んだと思われる墓参者が、たびたび墓を訪れては、一級詩を備えたり墓石にかけたりしているという、吸血が、ありがとうございます。